皆さんこんにちは、 B レジェンド上野です。本日は足を開いて行うスクワット、ワイドスクワットについて解説をしていきたいと思います。狙っていくのは下半身全体ではあるんですが、よりももの内側、内転筋に刺激が入りやすい種目になっております。まずセッティングなんですが、セーフティーラックとラック、この2つの高さを設定していきます。ラックの高さについては、私は結構バーが胸の高さに来るくらいに設定をします。このセーフティーについても可動域によるんですが、万が一潰れた際に逃げれる位置にはしっかりと設定をしていただければなと思います。ワイドスクワットについてはあまり可動域が大きく取れないので、いやいやセーフティーラックは設定をします。握り位置だったり、ローバーで担ぐ、ハイバーで担ぐみたいなところはまた別の動画で解説をしてますので、それをもとにご自身でやりやすい方法を模索していただければなと思います。バーを担ぎましたら足の幅開きます。で、つま先と膝が同じ方向を向くように、つま先を外に向けましょう。で、この状態から体は前傾をそこまで、しないように、このように腰を下ろしていきます。特に動作で注意をするのが、体を下ろした際に背中が丸まってしまうと腰等に負担が大きくなりますので、胸は終始張っておく。で、姿勢を保つために胸を張るということと同時に、肩甲骨も下に落としておく。胸を張るのを背中の方で支えるようなイメージでバーを担いでいただくとおすすめです。今回はワイドスクワットのやり方を解説していきました。まあ、女性とか内もも気になる方はおすすめの種目ですし、男性で例えばボディービル競技に出ていて、足の太さって皆さん結構大腿四頭筋で外の膨らみで太さを演出しようという方も多いんですが、実はこの内側の内転筋を鍛えることでも太さおよびその筋肉が詰まってる感じは演出できますので、そういったアプローチで採用いただくのも非常におすすめな種目になっております。通常の足幅のスクワットよりも可動域としては大きく取れない方が多いかなとは思うんですが、その分ある程度高重量にもチャレンジはしやすいかなと思います。まあ、しっかりフォームを固めて無理のないフォローではというような話にはなってきますが、そういったところも挑戦をしていただければと思います。以上となります。